演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、こちら鍋焼き屋金田の横浜家系ラーメンを食べたいと思います。家系ラーメンの名前は聞いたことあるんですけど、そしてどんなものなのかわからないんです。でも今食べたこともなかったので、今回初めて食べることができて嬉しいですね。金田の冷凍麺の美味しさは小学生ですからね。いえば対面、具材も使ってます。ほうれん草ね、冷凍のパスタとかでほうれん草ありますけど、ラーメンでほうれん草って初めて見る気がします。ではカレーパスタ、では食べられるようになるまでしばしお待ちを。最後にこの焼き海苔を添えて出来上がりました。熱くて持てない持てない。では食べていきたいと思います。いただきます。家系ってずっと気になってましたけど、こういうのなんですね。もっちりしてますね。もっちりとして噛み応えがあり、しっかりとした歯応えで演出されていて、スープでよく噛んでいましたね。そのスープも旨味が溶け出ていて、魚介なのかお肉なのかちょっとその辺はよくわからないんですが、しっかりとした味付けのスープでとても濃厚で美味しかったです。濃厚スープいいですね。そしてほうれん草やチャーシューもしっかり存在感を出しているとっても美味しかったです。というわけでこちらの点数とさせていただきます。家系ラーメンいろいろしますけど、こういうのを食べるとまた食べてみたくなります。本当に嬉しい出会いです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。